初心者を上達させる企画。この企画では初心者の方に実際にトータルギターメソッドをお使いいただいて上達する過程を公開 しています。女子高生のめぐちゃんに協力いただいています。今日はですねカッティングやりたいんですけども、トータルギターメソッドのカッティングの何番だっけ、21番やりたいと思います。いや21番はですねボサノバ風のパターンを用意してるんですけども、ちょっとめぐちゃん書いてあるとおりやってみてください。うん、いいですね。で、これトータルギターメソッドにはちゃんとあの譜面に書いてあるんですけども、今めぐちゃんトータルギターメソッドの、カッティングを見ながら演奏してくださってます。で、めぐちゃんそこに見たら分かるんですけどもね、8分音符の2つ目に棒みたいなのついてるじゃないですか。これテヌートって言って音下音の長さをきっちり伸ばしましょうっていう意味なんですね。その前に書いてある点っていうのはスタッカートといって短く切るってことなんですよ。だから1個目は短くていいんですけど、2個目はちゃんと伸ばす。はい、そうですね、めぐちゃんもちゃんとやってくれてますけど、スタッカートの時ってこの指を浮かせることで音を短くしなきゃいけないじゃないですか。で、テヌートで伸ばす時はグッと押さえ続けなきゃ、押さえる浮かせるのこの感覚でコントロールしなきゃいけないのが難しいところなんですね。はい、このボサノバとパボサノバのパターンというか、まあ、ラテン系のパターンでこのようなスタッカートにしたりテヌートにしたりっていうのが難しいところなんですけども、トータルギターメソッドではですね、水曜日をカッティングに集中する日っていうことにしてまして、 Facebook レッスンでも皆さんに水曜日はですねその日の9時から翌朝の9時までの間にですね、私が指定するカッティングのコンテンツを上げていただいて、皆様一人一人の手の形、そして軌道、振り方、押さえ方など あらゆることをですね皆さんに指摘して正しいカッティングを身につけていただくように指導しています。めぐちゃんもね何回か投稿してくれてましたよね、はい、で毎回めぐちゃんも含めて言うことって同じじゃないですか。抵抗してとか、はい、そう腕振らないでとか。そうです、うん、前何言ったっけ、太ももに向かって、そうそう、はい、めぐちゃんがねこういう風にしちゃってたんですね。こういう風にしちゃってたのであんまり斜めにいかないで真下に振るようにっていうことを多分指摘したんですね。はい、これめぐちゃん一人だけに言ってるわけじゃなくて、もう4、50人の方が挙げてくださってるので、私全員に一人一人に言っています。そして、木曜日にその全員の演奏を見て私がコメントするようにしてるんですけども、その時にはちゃんとしてねお手本を示してやるようにしてますので、ぜひカッティング身につけたい方は参加してみてはいかがでしょうか。スタッカートとテヌートを含むラテンのパターンにカッティングパターンに挑戦する動画でした。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。うん、いいね、ちょっともう一回行ってみようか。3、はい、だからさ、ここ3本腕がね、こうじゃん、こうなってくるじゃん、そしたら、その怖いから、こう頭痛いから、こうなるんですよ。こう腕で振るようになるから、めぐちゃんこう斜めにいっちゃうね。だから、なんかあったらここをね、体の一番外に出すようにすれば、今ここが今体の外に来てるでしょ、こう手首こうなんじゃん、そうそう、プールの前の準備運動なんじゃん、あれみたいな、それ、うん、これ今ので OK、 今取れてる。